シーン8、カット15、テイク2、用意、スタート。正直に答えて、なぜ残していったの。違うよ、無意識の中のあなたの声が聞きたいの。義務としてだ、意志としてでなく、奥から湧き出てくる吐息。じゃあこのままでいいんですか。いいの、続けさせて。カメラ回します。それはあなたの喉の奥から生まれてくる震え。カーッと今のテイク良かったですね。最後のアドリブも生かしときましょうか。ああ、そうだね。疲れた。やっぱり帰ってくるとホッとするよな。といっても僕の家じゃないんだっけ。あれ、何ぼっと突っ立ってんだよ。ここはビールで乾杯と行きたいとこだけど。この暑い日に？ほらやっぱり。ほい、お待たせ。ねえ、そんなに僕とキスしたこと後悔してる？なんかいつもと雰囲気違うみたいだし、嫌だったのかなってちょっと考えちゃった。そう、それならよかった。嬉しかったんだ、僕のことを守ってくれるっていう言葉。記憶が戻る戻らないなんてどうでもよくなってきちゃった。それより今まで通りこうして楽しく話ができたらいいやって。男と女って意識してギクシャクなんかしたらつまらないよ。
僕は旅行前と同じように楽しく暮らしていきたい。ダメかな？僕の方こそ、今までありがとう。過去がわからないような人間に優しくしてくれて、部員のみんなとも知り合えて仲良くなれたし、それに他人を演じることがこんなに楽しいことなんて思いもよらなかった。今まで本当にありがとう。そしてこれからもよろしく。それは時々、いつもは泣き虫じゃないって。隣の村山ですけど、留守の間に荷物を預かっておいたんですけど。もしもし、お隣の村山です。お預けしておいたうちの主演女優、受け取りに来たんですけど。そういうわけなんです。信じてもらえないかもしれませんけど、本当に記憶喪失なんです。どうやら嘘ではないようだね。で、いつからこいつとくっつき始めたの？まだちゃんとはくっついてません。ん？そんなこと真面目に答えなくていいんだよ。ダメ。私は弦を担いでるの。前の映画だって女優とカメラマンがくっついてあんなことになったでしょ。でも今回の撮影は死人を出したくはないの。この映画だけはちゃんと完成させて発表する。それがこのシナリオを預かった私の使命だし、それに部を存続させるというのは部長としての私の使命。美月ちゃんはこの難しい役をちゃんとこなしてくれてるし、今までのことは私の胸の内にしまっておく。でもこれ以上は部の決まりから見て見ぬふりはできない。うちの父親がウィークリーマンションを経営してるから、美月ちゃんはそこに引っ越すこと。これは部長命令。映画が完成したらあとは二人の自由よ。でもそれまでは部の約束を守ってちょうだい。
お久しぶり。僕も入っていい？まあ映画自体はまだできてないけど、僕の撮影は終わったんだから OK だよね。なんじゃ栄養取れないよ。いいって。どうせこんなことになってるだろうと思ってたんだから、そのつもりで来たんだよ。任しといて。そっちは編集残ってんでしょ。作業してていいよ。そう、遠慮なんてしないしない。僕の方が何倍も世話になってんだから。それにたまに女の子らしいところも見せておかないとね。あ、いや、部長の遥さんに聞いたんだけど。赤坂美月知ってるだろ。彼女の昔のことで話があるんだ。ちょっと電話では伝えにくいことなんだ。できれば二人きりで会いたいんだけど。学校の先に潰れた病院があるだろう。そこに一人で来てほしいんだ。私をバイクで襲った人、あれ佐久間さんのような気がする。今日撮影の時に思ったの。あの時の犯人にそっくりな感じだから気をつけて。
はない？佐久間さんから電話があった。あなたが怪我をしたから助けに来てくれって。ありがとう。正しい判断だと思うよ。で、そっちの怪我の方は？結局佐久間はあんたに何も渡さなかったのかい？写真？誰の？これ？なんでこんな怪我してるの？どうして？怖い！何も思い出せない！本当に佐久間さんに襲われたの？美月ちゃんのことは気になるだろうけど、ここは任せて。あなたは編集作業をお願い。あんたも怪我してるんだから、少しは自分の心配もなさい。
これで事件は解決するのね。わかったわ。気をつけて。